はい、ここからちょっとゲームの、ね、中身要素について触れていきたいと思いますが、ちょっと動画見ながらちょっと話していきたいと思いますが、まずこの館が迷路、さっきもね、だってね、迷子になりかけてましたもんね。もうめちゃめちゃなりますよね。そう、急にさっきあったはずの扉がなくなったりとかね、行けたはずの場所に行けないとか、なんか変わっちゃう、世界がちょっと変わっちゃうみたいなのは、面白いっていうか怖いですよね。物音とか、そう、急に物が落ちたりとか、これはかなり嫌ですね。ね、こんなリアルで物飛んできて嫌ですね。いろんな音がね、演出になってます。扉開けるのが怖いとかね。あ、謎解きがあるんですね。釘とかですね。釘、錆びた釘。はい、こういったものが、ね、いろんなアイテムも意味があるという。なるほど。血だらけのバスルームですけど。ね、なんかいかにも、あ、こんなアイテムもあったりして。ね、今の武器にできたらいいのに。ね、あれどうすればね。最高ですけどね。ここはまた、あ、ここ一応隠れてるんですよね。物越しに隠れて見てる。あの、この女の何かめっちゃ生えてます。いけない部分を見てる感じ。ロッカー以外にもこうやって隠れられるってことですね。あるんですね、はい、いや、これ怖いですね、あ、見つかった。この音がまたやだけど、そう、見つかった時もね、明かりで見つかったの。これはそう、ライトをつけたので気づかれて襲ってきた。いきなり正面から出会い頭みたいな、あの子、あー、すごい使ってますね。これもバレバレだった。さっきカモさんやってましたね。やっちゃいました。ロッカーも入るの見られてると、もう入っていることがバレてしまうわけですね。なるほど。なかなかあの女頭がいいぞと、怖い、いうことで、あの彼女ね、ちょっといろいろありすぎなので、ちょっとあだ名を考えてみました。あだ名？何ですか？ホームスイートホーム。